ワイルドハート大森隆夫が堂々の入場です。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー川田260パウンド大森高穂いけ大森いけ大森。赤コーナー240パウンド今ゴングが鳴りました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。足攻めに転じます。膝へのキックです。組みに行きます。逆に倒します。引き起こします。ブロックします。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。腰を落として逆片指固めの体勢です。あっとキャッチした。パンチで返します。キックを打ってまいります。組み合います。返してまいります。腰を落とします。ハンマーを打ち込んでいきます。掴みます。逆に返します。腕を回します。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。ロックアップ。逆に投げてまいります。鬼の形相で締め上げます。長期欠場も乗り越え、王道を守るために戦っておりますデンジャラス K 川田俊明。俺を潰さない限り全日本は潰れないと熱く語るこの男、王道の守護神川田俊明は熱く激しくそして危険にその闘志を燃やす。あっと逆に捉えた。こうやって締められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。ローを打ってまいります。抱えます。打たせません。掴んだ。勝ち上げ式で打ってまいります。フロントからのキック。腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。ブレインバスターに取ります。ですね、投げ技っていうのは一歩間違えれば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングってものを体で覚えているんですよ。ああなるほど。リング上は逆片指固めの体勢。ロープブレイク。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。メキシカン式の締めを見せてまいります。ロープにブレイクしました。組み合います。対角線に飛ばした。キックが顔面を捉える。逆片指固めに移行してまいります。ロープに逃れました。
腰を落とします。あとリバースで返してまいります。腕を固めて頸動脈を締めていきます。ロープブレイクです。抱えます。今すごい角度でしたね。いやーちょっと頭打ってるかもしれませんね。腕をフックします。2位を突き上げます。ローキック、蹴りを見舞ってまいります。行くのか。ロープに振った。フライングニール、センスを広げた。ドラゴンクラッチで締め上げていった。ここでロープブレイク。打ってる方も辛いはずですよ。はい、首切り。オーナー火を吹いた。ガジェット組み合った、逆に返した。あっと逆に捉えた。バックを取って、今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。急降下、膝バックだ。顎を狙っていく。10ミリチェック。右腕に命を吹き込む。バックに回った。おっと逆に腕を取った。ロープブレイク、頭を掴んで逆にバックに回った。ジャーマン肩口から。ロープブレイク、ロープブレイクさせません。ヘッドキック、小股に挟んだ。リバースで切り返した。そのまま耐え固め。ここが踏ん張るところですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。組み合った。あと逆に投げていった。引き起こす、引っこ抜きか。あと耐えた。ローキック掴んだ。あと逆に蹴っていった。今踏み込みに入りましたよ。脳髄に響いたか。おっと